ここが足原の中津国か、良い国ではないか。雨の諸文明の統治する国です。豊足原の中津国は我がものじゃ。心や意識の目が覚めると、今ここに神々の集う世界が広がっていると気づく瞬間があります。多くの人は遥か昔に神々の時代があり、おとぎ話だと思っているようです。しかし今も昔も変わらず神々の時代に生きている。我が国日本が豊足原中津国と言われていた時代がありました。日本建国の基礎となる時代ですが、太古の時代を知ることの大切さを現代の人は忘れています。誰も教えてくれませんでしたね。今回はその神代の時代の物語を一つ紹介します。古事記と題して今に伝わる国譲りという物語。誰もが知っているようで知らない国譲り神話、最後までどうぞお楽しみください。僕は大国主、豊足原の中津国を統治していたが、とある事情があって身を引いた。君たちには国譲りとして伝わっているようだが、国譲りとは一体どのようなものか。この出来事は日本建国の原点だが、全ては高天原の天照大御神の御事乗りから始まったことを知っているか。豊足原の血焼き長いお秋のみそほの国は、わらの御子、まさかつあかつかち。ちょっと待て、深呼吸をする。長すぎる。雨の押し込み耳でいいんじゃないですか。豊足原の血焼き長いお秋のみそほの国は、わらわの御子、雨の諸文明の統治する国です。天照大御神は御事乗りの後に、御子の正勝赤塚地早日、雨の諸文明を豊足原中津国に天下りさせたんだ。いや、天下りさせるつもりだったんだが。第1話、豊足原中津国は誰が統治する。雨の諸文明の統治する国です。僕が統治する国か、どんなところかな、楽しみだ。地上はひどく荒々しくて騒がしい。どうしよう、怖い怖い。戻ろう、高天原に帰ろう。雨の押し込みは天下ることなく高天原に戻ってしまったんだ。地上は騒がしいと天照大御神に報告したことから、高見むすひの神と天照大御神の二柱の神は、雨の安の川の河原に八百万の神々を召集した。足原中津国はわらわの御子が統治する国ですが、この国には
たけだけしく荒々しい国つかみたちが数多くいます。この国にどの神を使わせ説得に向かわせましょうか。荒々しい国にどの神が行くのが良いものか。高間ヶ原の神々よ、皆の意見を聞こうではないか。天照様の御子の次となれば、高見むすひの神の御子、思いかねの神、ご自身が行かれてはいかがですか。それは良い考えだ。それが良い。私も賛成だ。それ以外にない。私も賛成だ。いや、それは。何か問題がありますか。いや。お、よし、決めた。天照様の次男、雨の穂日の神を使わすべきです。なんでやねん。なんでやねん。こうして雨の穂日の神を僕が統治する国、豊橋原中津国に使わせたのだが、雨の穂日が天照大神の御子とは僕は今でも信じられない。なぜなら、大国主様、何か私にご用はないですか。雨の穂日は僕にこびへつらってばかりいた。大国主様、さすがですね。大国主様、私に何かお申し付けください。大国主様、お安いご用です。大国主様、肩でも揉みましょうか。大国主様、肩凝ってますね。大国主様、大国主様、大国主様、大国主様。あれで天照大神の御事はね。大国主様、大国主様、大国主様。雨の穂日を使わせてから3年の歳月が流れました。時の流れは早いものです。よほど居心地が良かったのだろうか。雨の穂日は二度と高間ヶ原に戻ることはなかった。高見むすひと天照大神は再び神々に問うことになる。あれから3年の歳月が経ちました。穂日は久しく戻ることなく、何の報告もありません。もう一度どの神を使わすのが良いのでしょうか。巫女が戻ってこないのか。報告もない。どういうことなのだ。何があったのかしら。怖い怖い。大国主様、大国主様。誰か意見はないか。思いかねの神、いよいよご自身の出番ですな。そうだな、それしかない。物騒な国に行きたくないわ。なんとかせねば。決まりですね。思いかねの神、いかがですか。私に明暗がある。適任がいる。誰誰。どの神。どの神。本当にいるのか。あいつしかいない。はよ言えや。誰やねん。はよ言えや。
雨の若彦しかいない。は？国玉の神の息子天の尺。こいつが適任と見た。私の目は確かだ。絶対間違ってるわ。反対反対反対。協議の結果、天木国玉の神の子雨の若彦を使わすべきです。今度は大丈夫かいな。いや、あかんやろ。雨の保守から音沙汰がないため、雨の若彦を再び僕のもとに使わすことになった。高見娘の神から弓と矢を賜って若彦は甘くなった。ここが足原の中津国か。良い国ではないか。おお、あそこに綺麗な娘がおるではないか。ほほ、こやつが大国主の娘、仕立てる姫か。我に良い考えが浮かんだわ。これぞ天からの贈り物。ん？仕立てる姫、私と夫婦にならんかの。はい、そのお言葉を待っておりました。これで豊足原の中津国は我がものじゃ。よいよい。仕立てる姫と結婚した若彦が統治するのかな。
けないように高永原の神の木々が若彦の様子を見に行くんだって。若彦のお父さんとその神と家族が天下って謎の神が登場するぞ。何かが起こる予感がする。国譲りは面白い。